初めて王様と私を見たのは大学1年の時でした、えー、と大学の同級生がですね切符が余ったから行かないって誘われてですねなんとなく見に行ったんですねそれが僕の生まれて初めて本格的なブロードウェイミュージカルを見た最初の体験で、えー、生まれて初めてその時帝国劇場に足を踏み入れたそれが「王様と私」でした。えー、と,とても 拡張が高いってううんでしょうかすごくあの端正で豪華で立派なミュージカルを見たというのがその時の第一印象です。あのとてもあの隅々まで配慮が行き届いた神経細やかに作られている作品だというふうに印象を持って、えー、とても素敵なストーリーで感動した記憶があります。一貫してさ、えー、さんがなさった初演 そのバージョンがいろいろとアレンジを加えられながらもえずっと代々続いてきたんだと思います。それで上演回数をもう700回を超える回数を数えているんだと思うんですけれどもまあ今回私が演出を担当させていただくことになりますのでまたえ新しい今のお客さんにとってえ楽しくて素敵で夢があってそして希望を持っていただけるような王様と私を新しく作りたいと思っています。できるだけう その端正で豪華だと感じたものはできるだけそれを生かしてでも現代的でつまり舞台上に登場する人物の一人一人にお客様が感情移入していただけるような王様と私になればなと思っていますブロードウェイミュージカル王様と私は文化の異なる国に住む二人の人間がその対立を乗り越えて ある一つの理想に向かって手をつないでいくという大変感動的な物語です子どもたちもたくさん登場しますし素敵な歌や踊りもふんだんにあります楽しいミュージカルです劇場でお待ちしていますのでぜひお運びください